最優樹は1999年に公営から発売されたプレイステーション用シミュレーションドールプレーングゲーム。キャラクターデザインに山田昭弘メインテーマ曲はテレビドラマ最優樹の主題歌を担当した五代後の竹川幸秀。広告のイメージキャラクターは松田純小説最優樹を題材にした作品でゲームシステム的には 同社から発売されたゲーム、方針演技の後継作品にあたる。物語は原作小説を踏襲しながらも、敵の八奇襲にヒンドゥー神話を取り入れるなど、オリジナル要素の濃い内容になっている。また、原作に妖怪が巨大化するという描写があるためか、本作でも神獣と呼ばれる形態に変化することができる。各キャラクターには声優が起用されているが、 フルボイスではなく、ショーの間に、三蔵の声で、ナレーションが入る以外はほとんど、掛け声程度の演出となっている。また、テレビドラマなどで、三蔵奉仕役を女優が演じるケースが多い影響で、ゲーム開始時に、三蔵奉仕の性別を男性と女性を選ぶことが、できる。寺の使用人として働く現状は、ある晩、天竺へ釈状を届けに来るようにという観音菩薩の、お告げを受け、 天竺へ旅立つ。旅の途中知り合った孫悟空、諸八海、佐護城、朱鶴、り、吉花公主らと共に天竺を目指す三蔵一行だが、その旅路で彼らは妖怪とは別の影を察知する。その頃天界ではその者たちによって天を揺るがす大変が起きていた。ほとんどの妖怪が関西弁で話すのが特徴。本来は、 天界で釈迦を直々に守護している将軍。天界より降りてきて、普段は三蔵の釈上に宿っているが、戦いの時には三蔵の身に降りてきて、その特殊能力と支援能力で戦う。他のキャラは、鍛冶屋で武器を強化するが、三蔵の身身象が仲間になると、釈上の攻撃力がアップする。人間でも、妖怪でもない、生死を超越した神に匹敵する力を持つ。 奇神。本来なら、修羅界に封じられていた存在。七尾明は、ノベライズ版最遊記の後書きで、このアスラのデザインを見て、なるほどこれはあれだな、ラスボスにふさわしい用語書だと記述している。七尾明、原用増資最遊記天平編後書きより、ありがとうございます。